皆さんこんにちは。ただたまの一人暮らしレシピへようこそ。夏になりました。夏になると現れて悩まされるのがハエとゴキです。そこで今回は4つのことを実践したらゴキとハエを見なくなったよという方法の紹介です。もちろん小さい虫が飛んでるのはたまに見ます。でもたくさん飛び回ってたり、うちの中にハエの発生源があったことはここ数年ないですね。ゴキに関してはもともとゴキが出にくい環境だったのか見ることはあんまりなかったんですが、コバエ対策をしたら余計見なくなったなという話です。ここ15年ぐらいですかね、家にいたのを見たのは 1,2 回ぐらいかなという感じです。この時見たゴキはかなり弱ってましたね。ですが、まあ久しぶりに見たということで慌てて対策をしました。もちろん住環境の違いもあるし、ハエは空を飛んでくるし、ゴキは下水道を伝わってくるから必ずいなくなるということでもないかもしれないんですけど、今回紹介することを実践したら少なくとも自宅に発生源ができるのを防いでくれるんじゃないかなと思います。では前置きが長くなりましたが、4つのこと紹介します。1つ洗う、2つ捨てる、3つ冷凍する、4つ拭く。この4つのことをなるべくすぐやるというのが重要かと思います。1つずつ紹介していきましょう。1つ洗う。まず洗い物を溜めておかない。お惣菜やお弁当、肉、野菜が入っていたパックはとにかく水洗いします。油がついているものは洗剤を使って、ペットボトルも飲み終わったらすぐ水で洗いましょう。食品がついていたものはとにかく洗って乾かしておきます。2つ目、捨てる。これは特に必要がないんですが、説明する必要がないんですが、少量のゴミでもゴミの日には必ず捨てましょう。家に溜めておかないことが大事です。まあ、その時に合わせてでも排水口の掃除もしておきましょう。3つ冷凍する。生ゴミ系のものはとにかく冷凍してしまいます。普通に野菜の食べない部分はもちろんです。バナナの皮、卵の殻、玉ねぎやニンニクの皮、納豆のパックの下の部分、ついていたタレの袋、カップラーメンの液体スープの入っていた袋など、もうとにかく食品がついていたものは全部冷凍してしまいます。そしてゴミの日に出します。はい、4つ目の拭く。これは料理中に跳ねたり落としたり、食事中に食べこぼした時は早く拭き取りましょう。ただそれだけです。はい、以上この4つを実践したらこの夏はあなたもハエとゴキのいない生活が待っているかもしれない。台所関係以外にもタバコの灰皿や女性のおむつ入れですね、これにもコバエが溜まっていることがありますので、食品と一緒に冷凍するわけにはいかないので、まあ、こまめに捨てましょうという話ですね。この完璧なように見えるコバエとゴキブリ対策なんですが、デメリットもあります。何年もゴキを見ていないと、いざ遭遇した時にかなりビビります。数年前に私の実家で遭遇した時は、私、立ちすくんでしまいました。